釣りってばよ、螺旋岩俺の必殺技なのに簡単にやってくれちゃってよ。俺なんかさ、エロ仙人のそれやってらんねえってばよ。やってみようかな。ま、もう少し落ち着くのを待って。別に螺旋岩を見せたのは自慢したかったからじゃ。その形態変化と性質変化を加えた術が、いいかい、チャクラに性質変化だけじゃなく形態変化を加えることで忍びの攻撃力は飛躍的に高まるんだ。これ自慢ない。さっきまでの修行で風の性質変化を手に入れた。じゃあ俺ってばもう二つとも持ってるってことか。ま、そういうことになるな。よしそれなら俺は千鳥を開発する必要はなかったよ。俺は螺旋岩の形態変化に雷の性質変化を組み合わせることができ、考案した俺の死でさえそうだった。死？そうだ、四代目火影でさえそれはできなかった。ただの形態変化だけで得得難度は A ランク。ここまでなら俺でもどうにかコピーできる。じゃあ螺旋岩はまだ途中段階の忍術だったってことか。まだ見ぬその先の忍術は得得難度 S ランクかそれ以上かもしれない。なぜこんなことをお前に話すか。四代目火影を超える忍びはお前しかないと。話はこれくらいにして、もう少し食休みしてから修行に入りますか。さすがカカシさんですね。やっぱり口がお上手だ。いや、本当にそう信じているのさ。多重影分身の術、うわ、螺旋岩に集中しようとすれば性質変化が怪しくなると言って、性質変化に集中すれば螺旋岩がうまくいかねえ。大目火影を超える忍びはお前しかないと。全然それに答えちゃいねえ。一旦中止にしますか。あいつがそう言うの。多重影分身の術。天蔵、来たぞ。クソ、大丈夫か。螺旋岩に風の性質変化を加える修行に入って丸1日。まだまだ足りないか。けどこの修行チャクラコントロールがむずすぎて、影分身は200人が限界だってばよ。いつになく弱音吐くね。お前らしくない。それでもお前は俺の知ってる渦巻きになるとか。マサイ、風邪ひきますよ。どうです、螺旋岩に性質変化を加えるのは想像以上に難しいことみたい。ねえ、ナルトはバカだし。ね、不器用でガサツなナルトにチャクラの性質変化を螺旋岩に組み込むだなんて繊細なことが。全くセンスのないナルトにおかげさまは何を期待して。一応言ったらあんたも殴るわよ。何をヘラヘラして殴るわよ。それは勘弁ですよ。でも本の知識もたまには役に立つものですね。サクラがナルトを信じているのは分かっているよ。そのサクラをナルトは決して裏切らない。ダメだわね。今回ばかりは無理だってばよ。それでもやらなきゃな。だったらカカシ先生は右見てる時に同時に左を見ろってよ。影分身の術。右を見ながら左を見るってのは。そっか、何か分かったの。やった、おお、なんかコツがつかめてきたってばよ。なるほどね。
お前の思いつきってそういうことだったのね。三人目の俺でもって風の性質変化をやる係を作ればよかったんだってばよ。さっきの俺の影分身がヒントになったってわけね。とは言ってもそれはチャクラと影分身のあるナルトだからこその方法論だ。なんだかな、俺はお前のことがものすっごく好きになってきたぞ。キモいこと言うなってばよこの野郎。まったく何やってんだかあの二人は。カカシ先輩、一旦修行を中止して里の方へ。一体何？サルトビアスマさんが。亡くなりました。準備できた？行くよ、鹿丸。ああ。待て！五代目様。鹿丸、お前はこちらで再編成した小隊に組み込む。そして、しっかりとしたプランを立ててから行かせ。アスマは死んだ。今のお前らは三人きりだ。アスマは。お前らしくもない。犬死にしたいのか？ええ。筋を通さねえまま生きていくような、そういうめんどくせえ生き方。お前らは3人しかいない。正体はフォーマンセルが。4人いればいいんですよね。カカシ先生、第10班には俺が隊長として同行します。分かった、好きにしろ。ナルトはいいんすか？この右手。なーに、俺はもうあいつにとっちゃ用済み。それじゃ、アスマ班、行きますか。え、カカシ先生たちが、暁を。つい、さっきのことよ。でもそのためには、早急にナルトの真実を完成させる必要があるって言われ、24時間以内に完成しなかった。24時間。ナルト？あ、それは食べない方が。さあ、ヤマト隊長、修行を始めるってばよ。これほどとは。ナルト、全然休んでいないみたいだね。仕方ないわ。今すぐにでも新しい術を完成させて、カカシ先生たちの増援に向かわなきゃいけないんだから。よし、もうちょっとで完成だってばよ。ただし、サスケの使う火の性質変化には気をつけ。サスケのカトンの術に同等レベルのフートンの術をぶつければ、さらにでかいカトンになって帰ってくるわけだ。サスケとの相性良かったんだな。ああ、雷に勝てるのは風だけだ。いや、そっちじゃなく火を助けてさらに大きな力にできる。そうだな。あんたすごいじゃない。あ、修行順調そうですね。まあな。じゃあもうすぐできるのね。うん。なんとかここまでは形にしたってばよ。さあ、行くぞ。4代目。なんだあの術は。飛んだ。後ろの陽動の影分身は無視だ。あの術さえ潰せば怖くない。よし。こいつ、陽動の中にオリジナルが。当たれ！爆風！
ルが来るぞ。回数が桁外れだ。シャリンガンでも見切れなかった。なんて術だ。すごい。お前ついに